どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ウクレレ触ったこともないよ、私でもやってみたいなという方に向けて、初心者の人が、超簡単に取り組める練習課題曲、入門コード4つだけで弾ける曲をもりもりご紹介する動画にやっていきたいと思います。皆さんウクレレ音楽始めませんか？今ご覧いただいているこのガズレレ YouTube チャンネルはですね、どなたでもあっという間にこのウクレレで音楽できるよ、大好きな曲弾き語りできるよということをレッスン動画無料公開しております。本当にねこれすぐできますんで、ぜひ皆さん始めてください。まずここにちょっとねリンクを貼り付けておくのと、概要欄にも貼っておくんですけど、このプログラムまず見ていただきたいんですけれども、今日はですねそれを見る前でもいいですし、見た後でもいいんですけど、そこでも登場するしっかり解説しているこの入門コード4つ、たった4つの、超簡単コードだけで弾ける曲、代表曲、練習課題曲、10曲。ぜひ皆さんね、この動画で、この簡単4つのコードだけでこんなに弾けるのかってことをね、ちょっと驚いていただきたいと思うんですけども、本当言ったらね、もっと山ほどあるんです。その辺のことも、ちょっと動画の後半の方で、簡単コード4つだけでできる曲ね、ご紹介していこうと思うんですけど、まずはですね、この4つのコードをご紹介したいと思います。この動画はですね、今言ったように、初心者の方が、まず最初に取り組める入門コード4つをご紹介するよという動画なんですけど、もうこの動画見てね、あ、私このぐらいはもうできるからいいや、ではなくてですね、皆さんぜひこの動画をこれから周りにやってほしい方に、いい動画あるよ、この動画見てちょっとウクレレ始めてみないというような感じで進めていただけるとですね、すごく嬉しく思いますので、ぜひ経験者の方はそんなような活用をよろしくお願いいたします。まずはコードの解説していきましょう。これ C です。 C というのはですね、ここに黒い点を押さえてくださいというこの表のなんですけど、これはですね、黒い点が書いてあるところが1弦です。1弦というのはこの、ね、一番下の弦なんですけど、この3番目です。ここを押さえる、これが C というコードになります。簡単でしょ。はい、 OK ですか。はい、あでね、一応指の担当性が決まってて、ここここここという感じで3番目なんで、この薬指がいいですね、 C を押さえるときは。はい、これが C です。はい、簡単でしょ。これでも1個コードできちゃうんですからね。はい、じゃあ次は Am 行きましょう。 Am はさっきの C と真反対のところに黒い点がついてると思うんですけど、ということはさっきここだったから、今度ここなんですね、一番上、これ4弦って言うんですけど、ここをこういう風に押さえます。さっきの、ルールでいくと人差し指、中指、薬指なんで、 Am はここで押さえたいですね。中指で押さえたい。はい、これが Am です。ちょっと C から Am 行ってみましょうか。 C から Am。 はい、 C の覚え方ちょっと簡単に言いますよ。下1本です。はい、自分から見て一番下の弦に1本指だから下1本。はい、じゃあ Am はどうやって覚えましょうか。はい、上、一番上の弦に指1本だから、当然ながらせーの、上1本ということになります。下1本から上1本、これが Cam ということですね。はい、じゃあ次のコード、レッスンしていきます。 F です。 F っていうのはちょっと Am ちょっと押さえておいてください。今やった Am、 Am 押さえたまんま、この人差し指で2弦の1フレット、つまりここを足すだけなんですね。 Am から F、 これ簡単でしょ。 Am、 F、 FAm、 こんな感じです。だから F は簡単、 Am に1個足すって考えてもらいたいんですけど、ちょっとこれ見てもらいたいのは、ここね、今 F を押さえてるのを自分の目から見ると、ここ斜めにこうラインが入ってるように見えると思います。こういうことですね。今ね図で書いてありますけど、これは F と言ったら皆さん斜めのイメージを持ってください。こうやってイメージで捉えるのが大事になると思います。じゃあ今日最後に出てくるコードは G7 というコードなんですけど、これがちょっと今日一番難しいです。まず F のまんま見といてください。 F の人差し指をそのまま残します。こういう風ですね。でさっきここに Am のところにあったのを一段下げてここに持ってきます。はい、こうですね。でもう一個この薬指をここに入れたいんですよ。ここ、ここに入れたい。つまり押さえる場所、こことこことここなんですね。じゃあ F から行くと、Am のこの部分のところを1個下げます。で、この、これをこの1弦のここに入れたいんだけど、狭くて入んないでしょ？はい、そういう時はよく見ててください。くるっと回転させると、ここにスペースが生まれるんで、こうやって入るんですよ。はい、これ、こことこことここ、うまく押さえられたでしょ？はい、これをね、どうやって覚えるかっていうと、こことこことここだから、これ正三角形になってます。G7 は正三角形というイメージで覚える。これを覚えてください。詳しいことはですね、右手の弾き方とか、コードのね、流れ方とかは、より詳しくさっきのね、初心者レッスンプログラム、その1とか2とかで紹介してますんで、そこでね、もう一回ご確認しながら、ちょっとこの後やってみてください。じゃあ、復習ですよ。C は下1本、Am は上1本、F は、Am に1個足して斜めを作る。斜めを作りますよ。斜め。はい。で、G7 は回転させて三角形を作る。はい。こうです。順番で言ってみると、C、Am、F、G7。はい。この4つだけで、
もうね、もう本当に、本当言うとですよ、何百曲も弾ける曲あります。今日はその中でも皆さんにちょっと取り組んでいただきたいおすすめの、入門コード4つ弾ける10曲をこの後さーっとですけどね、ご紹介していきますが、もうすでにこの曲、これからやる曲はガズレレ YouTube でレッスン動画公開してますんで、すべての曲、この下の概要欄に、レッスン動画のリンクも貼り付けておきますんで、やっていきましょう。まず1個目のおすすめ曲は、中島みゆきさんの糸をですね、この私ガズがこう入門コード4つで弾けるようにアレンジしております。で、この楽譜の読み方なんですけど、ちょっとこんな風に書いてありますね。で、これはね、ワンブロックに何があろうか4つ弾いてください。という風に覚えておきます。今ここ見てみますと、なぜめぐり、あ、今の C と F ってワンブロック書いてありました。だから、1、2、1、2って弾いてきます。合計4つです、ワンブロック。1、2、3、4、1、2、3、4。こんな感じでやっていきます。ちょっと今のね、ガズさんの演奏のスピードだと、まあ初心者で今日触ったばっかりの人は、多分もう、早くて追いつけないと思うんですけど、一応こういう風にやるんだよということで、ご自身でですね、今この、こういうコードのテロップをですね、書き出してですね、ぜひ練習していただきたいなという風に思います。ちょっとやってみましょうか。こんな風に、ガズレレでは表記してますからね、ワンブロック何があっても4回弾く、覚えておいてください。で、コードはこの4つのコードだけですからね、糸、やってみます。せーの。なぜ何も知らない、いつ巡り会うのか、私たちはいつも知らない、どこにいたの、生きていたの、空の下、二つの物語だ、江戸糸はあなた、よこの糸は私、やってみました。今の入門コード4つだけで、簡単アレンジしたガズレレ版の糸でございます。はい、こんな感じでですね、ちょっと今ね、初心者の方にはこのテンポでも早かったかもしれないんですけど、これを今見ながらですね、じっくりゆっくりやればできると思います。そしてね、ちょっとここでいい情報を、はい、ガズさんが出版しています、リットミュージック社という出版社から出ている、この本にですね、見てください。初心者におすすめの曲ってここに書いてあるじゃないですか。ここに見てもらうと、ここに糸って書いてあります。これ、ここの本に、今のバージョンのこれ、楽譜出てますからね。で、この辺ね、この辺まではね、今映ってるの全部これ入門コード4つなんですよ。はい。なんで、この本すごくおすすめです。これもですね、全国書店さんや楽器店さんに置いてあるんで、こんなめちゃくちゃ分かりやすい楽譜になってますんでね、こんな風にね、同じような。はい。ぜひこれもご参考にしてください。はい。で、今日はね、どんどんちょっとね、これからはですね、今みたいな感じでご紹介していこうと思うんですけど、もうちょっとね、ショートカットバージョンで今、これからあと9曲紹介していこうと思います。皆さんまずやっぱり音楽練習するときって、自分が好きな曲でやりたいじゃないですか。だからこの中でまず1曲決めていただいて、だって入門コード4つですから、どの曲もね、ぜひ皆さん、まずゆっくりでいいんで、取り組んでみてください。今のテロップ映ってたでしょ？こんなやつテロップ。これをノートにご自身で書き写して、自分のペースでゆっくり演奏するというのもすごくおすすめです。はい、じゃあ次の曲行ってみよう。ソロ2、ひまわりの約束、畑本博さんです。これもですね、なんとこの入門コード4つで、ガズレレでは簡単アレンジしております。ちょっと触りやってみましょう。せーの。どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないのに。はい、こんな感じでしょ。じゃあサビに行ってみましょう。せーの。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にはあるかな。
感じですね。はい、このねひまわりの約束もねもうすごくゆっくりあるとですねすごく気持ちがいい曲でございます。この曲もこのカンタこれに入ってますからね、楽譜これすごく最初参考になるかもしれない、こんな感じで自分の好きでこの曲だったらいいなという曲、この入門コード4つでどんどん弾いていきましょう。さあ次の曲、これがねガズレレでは一番まずやってほしいなと思ってる、曲なんですけど、踊るポンポコリン、これも入門コード4つですからね。はい、いきます、せーの。何でもかんでもみんな1個足して F、 踊りを踊っているよ、簡単でしょ。 C、 目の中からポワッとインチキおじさん登場、こんな感じで入門コード4つ。サビもですね、ピーヒャラピーパッパッパラッパピーヒャラピーヒャラパッパッパラッパピーヒャラピーヒャラおへそがちらり、はい、入門コード4つでございます。あ、何回も言いますけど、今ご紹介しているこの曲なんですけど、今糸とひまわりの約束と踊るポンポコリンとかこんな感じで今から言ってるやつ、概要欄に全てレッスン動画のリンクも貼ってますんでね、それでちょっとね、あ、この曲がいいってなったらそこのレッスン動画と一緒にやってみてください。とにかく入門コード4つでできる曲どんどん紹介していきましょう。じゃあ次の曲いきましょうか。次はですね、あ、これはやりたい方多いんじゃないですかね、カントリーロードです。あのジブリ映画で歌われていた日本語バージョンやっていきましょう。せーの、はい。カントリーロード、この道ずっと行けばあの街に続いてる気がする、カントリーロード最高ですよ。これはゆっくりあったらすごく気持ちがいいんですけど、この辺でねちょっとねワンポイント言っとくと、 C から G7 に移るときちょっとね難しい方が多いんですけど、 C を弾いといて G7 のときは、あの G7 って指3本いっぺんにこう押さえる、この3本指じゃないですか。この時にみんなねどういうわけかこう一発で着地しようというふうに思っちゃうんですよ。じゃなくてまずね優先順位を決めとけばいいんです。自分が押さえやすいまずここを決めてパッタッパッ、こんなイメージです。そうすると C からバタバタっていう感じの方がいいですよ。一発でバッと着地させようと思うと難しいんで、 C を押さえておいてダダダダダダッというイメージ、こういう風にやるとね結構ねうまいこと抑えられると思います。はい、こんな感じのワンポイントレッスンも入れながら、はい、次の曲ご紹介していきましょう。次はですね乾杯いきましょう。これ長渕剛さんのもう熱い曲やってみますよ。せーの。固い絆に思いを寄せて尽くせる青春の意味、いいでしょ。サビ乾杯、今君は人生の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道これ入門コード4つできちゃうんです。これもですねぜひ皆さん取り組んでもらいたい。前何回も言いますけど概要欄に全ての曲、レッスン動画のリンク貼ってますんでご確認ください。じゃあ次の曲をご紹介しましょう。次はこれ365日の紙飛行機、これもいいですよ。これもなんと入門コード4つですからね。はい、せーの。朝の空を見上げて今日という一日をやってみますとですね、人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでいくと風の中を力の限りただ
だけという感じでこうエモーショナルに歌えるわけですよ。すごいですね。この入門コード4つで楽しい曲もできればちょっと切ない曲もできたりとか、本当音楽の幅の広さをね、この4つの入門コードで感じていただけると思います。はい、じゃあ次の曲、ウクレレレッスンで課題曲にしたい次の曲の名曲はこれ花水木です。これもいい曲なんです。でもただしこの曲はですね、ちょっとこれコード見てもらうと分かるんですけど、ワンブロックにコードがずっと2個入ってくるんで、思いのほか忙しいと言いますか、初心者さんには早く感じるかもしれません。やってみましょう。せーの。空を押し上げて手を伸ばす君、5月のことね。こんな感じでワンブロックコード2個だとちょっと忙しいですけど、でもこれも入門コード4つでできるようになっています。じゃあね、この曲のサビやってみましょう。これがまたキュンとするんですよね。せーの。うすべに色の可愛い君のね、果てない夢がちゃんと終わりますように、君と好きな人が続きますより。いいでしょう。これも入門コードです。この曲できるとね、ちょっとやっぱ嬉しいかなというふうに思います。特に女性おすすめでございます。はい、じゃあ次にね、ご紹介したい初心者さんの練習課題曲候補やっていきましょう。これルージュの伝言なんです。この曲はジブリのね、魔女の宅急便でもね、お楽しみですけど、ユーミンの名曲でございます。これもいいですよ。まず歌い出しに注目です。見てください、このコード進行 C と Am ばっかりですからね。あの人のままに会うために、いいでしょう。 C と Am だけ。まだ続きます。今一人列車に乗ったの、黄昏して舞う街並みや車の流れ。はい、これも入門コード4つでできますよ。これ嬉しいね。ジブリの曲やっぱりね、世代を超えて楽しめるんで、さっきのカントリーロードとかのルージュの伝言はですね、キッズも巻き込んでやっちゃいましょう。入門コード4つでできるんだもん。はい、今ねご紹介したのはね、ここまでで8曲あったんですね。はい、こっからはですね、初心者さんでもやっちゃおう洋楽です。洋楽もねたっぷりあるんですよ。今日ご紹介するのもあと2曲紹介しようと思うんですけど、スタンドバイミー、この曲映画も素晴らしかったですよね。はい、ちょっとやってみますよ。これもめちゃくちゃ簡単コードですから、せーの。はい、 When the night has come、 Wait on and the dawn day star、 このまま1個足して F、In the moon. 次 G7 is the only C に戻ります。 My bell seat、 かっこいいでしょ。じゃあここサビいきましょう。 So darling, darling, stand by me、 Wait for、 oh, 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 oh. Stand by me、 一個足して F、 Oh, standいや、G7 Stand by me、 C に戻る、 Stand by me。 この曲をですね、ゆっくりウクレレで自分で演奏できるっていうのはこれかなり気持ちがいいです。英語の曲ですけれどもですね、ゆっくりやって歌詞をこう読みながら、和訳も読みながら噛み締めながら歌うのもおすすめでございます。洋楽ができるっていいですよね。はい、もう一曲お届けしたい洋楽代表はこちら、ドン、ビートルズの Let It Be。 この曲4つのコードでガズレレアレンジだとできちゃうんですよ。じゃあやっていきましょう。これもね、でもね、ワンブロックコード2個ずつ書いてあるんで、これちょっとね忙しく感じるかもしれません。やってみましょう。せーの。3 When I find myself in time more trouble not American to be speaking words of wisdom let it beワンブロック2個ずつだからね、早いかもしれない。サビやってみると、 Let it be, let it be, let it be, let it be, whisperers of wisdom, let it be、yeah.
いやー、こんな感じでですね、まず初心者の人に取り組んでもらいたい、簡単入門コード4つで弾ける、おすすめ練習課題曲10曲、ちょっとお届けしたんですけど、まずね、この中からやってみたいなみたいな曲を1曲選んでいただいて、ゆっくり、やってみてください。何回も言いますけど、今ご紹介したこの10曲はね、全部概要欄にガズレレのレッスン動画あの URL を貼ってあるんで、そこにクリックして濃厚にちょっと練習してみてください。そしてですね、ちょっとこれからね、今10曲ご紹介したんですけど、まだまだあるんですよ、実は。はい。で、今もご紹介してもらっ、させてもらったこのね、緑色のこの本、これにもね、入門コード4つのコーナーがあって、結構楽しめると思うんですけど、まずね、ガズレレの公式ホームページに行ってもらって、ちょっとここクリックしてみてください。これスマホ版ですけど、ガズレレ YouTube 観戦ガイドクリックしてもらって、その下のね、この辺のあたり見てもらうとですね、入門コード4つで弾ける曲っていうホームページの1枚があるんですよ。もうここにですね、なんと皆さん聞いてください。C と Aマイナーと F と G7 だけではないんですけど、コード4つだけで弾ける曲、4つ以下か、もう3つの曲もありますけどね、180曲くらいこんな感じでリストになってるんです。この中からどんどんこれ簡単ですから、どれもね、180曲あるんですよ、コード4つだけで弾ける曲が。まずですね、その中からまずこの入門コード4つとか、その4つだけで弾ける曲どんどん楽しんでいただいて、で、なんかだんだんね、この右手の方、やっぱりこのウクレレってね、このリズムがやっぱ大事になります。今はね、とりあえずコードを弾くというのがまず初心者さんには第一ステップなんで、それをコードを弾いて歌う、ここまでをですね、まずやっていただいて、その後はどんどんね、こうリズムの方とか、ね、いろいろこうノリとかそっちの方にね、楽しく向かっていくのがいいと思うんですけど、それはですね、さっきも紹介させてもらったガズレレのですね、初心者レッスンプログラム、リンク貼ったというやつが、もちろんこれも概要欄に貼っときますけど、その順番通りに見ていくと、いろんなリズム、例えば8ビートというリズムとか、アルペジオというリズムとか、もういろいろあるんですよ、リズムが。で、深めていく。でも、まずは初心者さん、やってもらいたいことは、大好きな曲を4つのコードだけで、ゆっくり4つ弾きでやる。ここからが全て始まりですので、まずいろいろ楽しんでもらう。で、音楽はね、音に学ぶじゃなくて、音に楽しむって書くじゃないですか。だから、楽しんでやってください。お勉強みたいに怖い顔してですね、やっちゃダメですよ。体を揺らして、筋肉も緩めて、もう力が入ってるとね、楽器演奏ろくなことないですから。はい。そもそもね、ウクレレですからね、なんかこう、癒しの楽器じゃないですか。自分を癒すようにですね、こう、感情を込めて、その感情を豊かにやるっていうのが大事でございましてですね。はい。だからこそ、皆さんの自分が好きな曲で、練習に入っていくのがいいかなと思って、本日は、10曲、初心者様、ウクレレ触ったこともない方が一番最初に練習課題曲にしていただきたい簡単コード4つだけで弾ける練習曲を10曲ご紹介させていただきました。ぜひ皆さん、ゆっくりでいいんでね、マイペースで、何も競争とかじゃないですから、音楽は。はい。取り組んでいただいて、音楽楽しんでいきましょう。ガズレレ YouTube チャンネルではですね、本当日々いろんな動画、レッスン動画公開してますんでね、これ練習し終わったら、いろんな曲、ガズレレで今取り上げてる曲もそろそろ1900曲ぐらいに上りますから、どんどんチャレンジしてみてください。あと、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ひとまずこのガズレレ .com というホームページがあります、公式ページ。ここを見てもらうとですね、大体いろんなことわかります。今使ってるこのウクレレの販売だとか、キャップとかね、ウクレレストラップだとか、ここについてる水引きだとか、いろんなのもあるし、本もたくさん出していたりとかします。そんなことのご紹介がありますので、ぜひガズレレ公式ホームページ、ここにもリンク貼っておきますけど、覗いてみてください。はい。それとあとね、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。はい。楽しく音楽やっていきましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。